私たちの希望。民を救わねば。行こう、聖女殿。皆さん、もう大丈夫です。私たちが皆さんを守ります。ありがとうございます。感謝いたします。よかった、間に合って。助かった。ありがとうございました。おお、よくぞ救ってくれた聖女殿の陣、私の心に響いたぞ。数匹飛び回っておるな。手触りじゃ叩き潰してしまえ。助け。神の孤立し襲われてしまったか。どうすれば。味方援軍接近中。敵を背後から襲撃できるとのこと。おお、援軍が来てくれるのか。ならばそれまで敵を撃ち、民の道を開こう。おお、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。私は凄惨な戦場に衝撃を受けた。劉備殿は突然の民を助けよう。あれは、いや、困窮している民が完全にいる。思わず体が動いていたのだ。それで良いのです、劉備殿。歩み出さねば太平にはたどり着けません。体の動いて歩み出さなきゃたどり着けない。見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利
申し訳ない。鬱陶しい奴らめ、足惜しみするな。残りの部隊も出せ。もうダメかと思いました。でも皆様のおかげで助かりました。あなたに使われる私ではない。もう打っておいて損はありません。今消えたか。全軍進撃せよ。私も闇に舞いましょう。前の武勇、頼もしい限りだ。そもそも光沢には何の義理もないのだ。やってられるか。おお、申し分ない働きだ。王女殿は心優しき。もうそのこと何故戦いに身を投じられた。私の世界では戦火は絶えませんでした。ただ皆を救いたくて剣を取バカな。この俺が己、貴様ら覚えておれよ。私は諦めていたのかもしれません。戦はどの世界でもなくならないものだと。けれど劉備殿、家康殿を見て思いました。戦がある限り私は戦い続けねばなりません。勝利を見抜きました。私たちの思い、これを受け取って